はこのオラフの説明をしたいと思います。オラフ、君は何なんだい？僕はね、実はティッシュケースマンなんだよ。ん？あ、ここの背中がティッシュケースになっているようです。まあ、このやり方はまた後で説明してくれよ。 OK。 このね、オラフちゃんとね、お花も尖ってるし、このね、オラフの髪の毛もリアルに再現されてて、なんといってもこの首のクタクタ感がたまらなく可愛いな。オラフもどうやら照れているようです。抱き心地も本当に柔らかくて最高に可愛いし、こうやってお部屋に飾ってても可愛い。オラフくん、じゃあいよいよこの後私が入れ方を説明してあげるね。みんな楽しみに。このお尻のところからティッシュを入れていきたいと思います。用意するのはこの一般的な箱ティッシュの大きさのやつで、このね、背中のところから片手を入れてあげて、入れたのをそのままスーッと引っ張ってあげて、あとは枕カバーを入れるような要領でクックッと押し込んでもらうと、はい、ここから出来上がり。めちゃめちゃ簡単です。ピンポーン。